皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダイイングナイト2遊んでいきましょう。さあ前回に続いてストーリークエストの放送作戦、これを攻略中です。でいよいよ PK の総力を上げる形でこの町で一番高い電波塔である VNC タワー、その制圧が始まりました。で今回まず電気系統の修理かな。これね、こっちだエデン、通路 B だ。頼んだぞ。本当にいいのか。受け取れ、お前が持ってた方がいい。さあこれで、ここからどこだ。そっち2の B、 ここ来れそうだな。フラッシュライト、これね、こんなです。ちょっと強い。くぅ、回復がない。クソ、ハードのせいだ。とトイレ、トイレに生えてるキノコか。これは食べたくないな。うわ、ここいるわ、結構いるわ。そこもだな。ちょっと待ってね、こっからどこに行く。そっちの、うわこの数、しかもそこになんかあるキノコ。これどう行こうかな。ちょっと待って、つかんで、そう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 、まずい。うわ、そこできるわ。これはこれきついな。素通りか全員ぶっ殺すか、どっちかっていうと素通りかな。それかこいつだけサクッと入れたかったんだけど無理だった。クソ、こんな無理だろ。あー、これボラタルだ。え、マジかよ、こいつボラちゃうか。マジか、無理退却。どこ行く、これどこに行く。こっちか、ボラタイル無理だろう。もう初めてだ。え、これどうすんの。え、待って、これ一発ですげえ食らうんですけど。え、なにこれ。あ、これであの、あれか、安全地帯のあれか、あれを使えと。いや、これきついわ。ちょっと待って、ちょっと待って。たまたま装備してね、クソ。こっちだ、よし、かがめばセーフ。ロビーに着いた。あぶね。足止めされてる、先に行ってくれ。感染者が約20。一度メインホールに引き返す。メンテナンスルームを抜けて地下に向かってくれ。配電室はそこだ。超食らったな。これ待ってね。装備だ。これ整えよう。でこい。これではなくて、これかな。UV バー。あ、これ強いバーだ。これを、バー、できなくない？これ何？これ使えない？こっちは使えるんだな。これ待ってね。これ何？これバグってんの？これにほら、これに行かないたら、こっちはいけんだな。これ何これ？これ使えないじゃん。ここでこの、変なバグあれば。こいつずっとなんかカッコつけてるしな困ったな。回復そうね、一発回復かな。ここはこれきついわ。ボラタイルか、まさかの。と下にワンサか、そっからそこに行く。そこの部品ね、これもちょっと欲しいな。テイクダウン、ちょっと漁ってこれ取って帰りなさい。うわ、これダッシュ結構ですな。ここもこれ手間乗ってるところまずいね。さっさと行くべきか。うわ待って、これいけないじゃんこっち。いや今こっち当たったろ。ライト当てて背後、こっから上かな。この数これまずいね。ただこれがいいな、このカオス感素晴らしい。ちょい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 、待って、これ登れねえや。くぅ、ひでえ目にあった。そこだろほら。え、これどう行くのこれ、これどう行くの。行き方がわからん。
ちょい待ってね、先にやるかこいつら。こいつね、そこでしょ、ほら。ただこいつらね、この刀がこれ微妙なのかっていうか、スタミナ完備。スタミナため、わー、なんか強い子いんな。スタミナためてこいつね、ここでえぐいわ、見た目が怖いわ。あとフランクさんか、フランクさんね、活躍するんだったらこのパートじゃない、ここじゃないっていうかと思うんだよな、このビルね。かつて彼がほら失敗したビルで、今のところからね信頼度ゼロだから、これこう失敗そうになって彼が助けに来る、救世主になるっていう展開が一番いいんじゃない。これで、あ、よし。さてようやくだ。これはグレネードと指揮王勢メイス。レオンか。ID タグを見ての通りだよ。部隊の仲間はやられたよ。クソボラタイルめ。どうやら俺もここで終わりらしい。諦めるな。他に生存者はいるか。あんた本当に楽観的だな。クリスが、なんとか抜け出してあっちの方へ。停電は多分奴のせいだ。電力を復旧しろ。エレベーターを動かす方法はそれしかない。ターミナルは地下だ。どっちの塔にもつながってる。頼む、この手紙を妻に渡してくれ。船にいる。これできれば励ましたいんだけど、ただ死ぬのか。分かったよレオン。分かった、任せてくれ。しっかりしろ、クリスは見つける。ロウ、停電の原因が分かった。対処する。ターミナルを接続して復旧させる。部下たちはいたか。レオンと多分クリスも。他はダメだった。ロウ、すまない。そうか、エイデン、くれぐれも気をつけて進んでくれよ。これ以上仲間を失いたくない。これあれか、サイドクエストか、遺言ね。多分その遺書か。あ、だよね。妻を見つける。で、手紙を渡していく。トレンソーのね、フラグかな。で、この、回復くれ。これいいや、即席用の。これ弱いっす。こっからのに、下行ける。あと、こっち？ここに、あれ何？隊員ってこと？隊員のゾンビ？ちょ待って、ちょ待って。これも回復ね。これ一発回復かな？ブースターかな？使っとく。クリス。これやっぱバイオだよね。ほら、単発だし。こっちはクリス。と、あ、違うだよ。あ、まずい。よし、行った。ストップ。うわ、クリスの顔面がこんななった。ぐっちゃぐちゃになった。で、電源だ。こっから下かな？ロー、着いたが、電力を戻せない。そう。ヒューズを確認してみろ。ヒューズ。ま、ここもこれ絶対な。うわ、ほら、うわーって言っても、マジかよ、これ。ここのヒューズだ。確認確認、はい、はい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 。これ連絡すんのかこれ。マジかよこれ。どこだ、敵どこ。こいつらね。ストップ、ストップ、ストップ、ストップだろ。ちゃ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 、もどかしいこれ。転ばせてストップだろ。はいはい、よし。と回復。よし。安全のため建物内。びっくりした。そこにいたな。
ちょっと待って、これ攻撃的ないか、キックとかで持ってないのか。そう、体術ね、これ体術持ってればうまいんだな。これ回避ね、転ばせらんないもんね。やったか。次、早く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 あげて。ここなんかでっかい子来そう、すげえ来そう。もう左、あ、待て、ちょっと待ってな。回復のブースターかな、これセット。ここ、このミッション、これ今のところ一番むずいな。普通に難しい。ストップ、よし。もう角っこだな。痛い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 。じゃあ降りて降りて、転んだらストンプ、ストンプ制。そう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 、そう、はい、これで、うわ、バリッとバリッと、ブルブルブル。一発回復してからの、ここに敵で、もうどうなってる。こっからどこに行く。そこのね、下のそっち戻るんか。こうか。これでもって、すげえ懐っこいなこいつ。これでやったか。残り、はい、これのやっつける。はい、刀これもいいかな、弱いわ。それかもっと積むか。こいつストップ。ロウ、電力を復旧できたようだ。配電室でケーブルを調達して戻ってこい。ああ、やってみよう。これね、何、ケーブル、こっち、これどうしようかな。武器、警棒、警棒か、警棒いくか。あ、これね、ほら、ダメージ補正だ、プラス 20%。ロウ、レオンが消えた。ここに行った。あ、この証もうまいわ。飛ぶし、これ戦闘中はね無理だよ。どの、でこっから、こっからそっち、こっかな、この上だね。クレヨン、どうなったんだ。あ、こっから下行くのかな。ここの下ね。この空間から行ける？そっち。こっからか、こうか。こっち？これケーブル。これね。で、パーッと戻って、こっからどこに行く？こっからの下？そこ？どこだ？さらに下？あ、こうだね。直で降りて、あいよ。ギリ届く。これで、でこっちか、これね。おかそうね、武士なし。と B か、これ忙しいな、この作業ね。一人で、うわ、一人でやるという。うわ、しかもこれ 70m までケーブル、そんなケーブル見たことない。
これどう行くんだこれ。こっちに？ここくらい不気味だな。ただ連中もね、多分酸素がないと生きていけない。あ、でこうね。ここ怖っ。雰囲気あっていいね。さあ、うわ届かない。嘘。なんで届かないよ。うわ多分途中かな。これどうなってんだよこれ。戻れないし。これどうなってんの。多分途中でなのに。つかかった。もう一回。ルートがあるのか。こういう風に。これ、いや、これを開ける先に。あ、なるほどね。これで。消すとこれ超怖いな、これ。ほら。真っ暗だわ。しかも、ゾンビ水だ。こういった本当に死体がね、浮いてる水ってのは一番やばいっぽいです。雑菌がやばいっぽい。さあ、これでどうだ。よし。いいぞ、エレベーターが動いた。よし、やった。勲章をもらったことはあるか。ない。俺が授与しよう。ジャガイモで作ったやつをな。こっちは上で仮設キャンプを張る。8階で会おう。さあ、ここから8階ね。行くぞ。これ何回目なんだろう。このコインかな。あのコイン本当使うわ。よし。ダークゾーンをうろつくのが趣味なのか。なぜそんなにかかった。次はあんたが行くか。やはりここに来るべきじゃなかった。受け取ってくれ。部下の件で世話になった礼だ。必死で助けようとしてくれたからな。これはプロキシミティツールだ。 GRE は重要な物資をマークしてる。それで探知できる。全てのアンテナが稼働したら重要なコンテナや物資を検出できる。屋上に着いたら何が待ち受けてるか分からん。だがお前は一人じゃない。俺の部下たちがいる。そしてこの老中尉もな。来るのか。後方で部下の死を聞かされるのはもうたくさんだ。よし行こう。ボスが来たらな。作戦を監督するために通信機を持って向かってる。昼寝しててもいいぞ。クソだってできる。だがするならキャンプの外で頼むぞ。で、これで休憩かな。道中トンネル、GRE 探知機。この探知機は隠されたインヒビターを発見できる。電波塔を稼働させると、新たな地域のインヒビターの位置を特定できる。で、最後、電波塔を稼働すると、信号が届く範囲内のインヒビターボックス、これは全部マップ上に表示される。この真ん中ですね、これ前に一回行ったことあるわ。ただ、その時何もできませんでした。起動するってメニューすら出なかった。電波塔だったんだ。知らんかった。ここら辺そうね。物資もないか。お前泣いてんのか。泣いてね。邪魔する。好きにしろ。この任務をどう思う。どう思う。ビビってる。本音か。あまり楽観はできない。まあここまで広かったしな。でも老中尉なら絶対乗り切れるだろ。で会話タイムかな。お前のことを教えてくれ。これが終わったら何か楽しみはあるのか。俺の妻はマルシアってんだが、もうすぐ子供が生まれるんだ。長いこと頑張ってもなかなかできなかったが、ようやく授かったな。留守の間も誰かが助けてくれるって言ったろ。
急にそのスッと孫に戻んのやめろ。いい物だな。それいい物だな。そうだろ、これバザールの掘り出し物なんだ。マジで安くてさ。あっちゃ触れちゃったか。その話になると止まらんぞ。そいつ PK 支給のナイフとそれを交換したのがローにバレて1週間もトイレ掃除する羽目になったよ。でもその価値ありだろ。あの店他にもいい感じのジャケットがあってさ、今は手が出ないけどこの任務でボーナスが出るからな。俺のもんだ。もういいから黙れって。お前の服なんて誰も興味ないよ。女にモテモテの俺に嫉妬してんのか。自分がダサいから女ってのはママのことか。デンさん、ごローは本当にタフだ。ローはタフだよな。そりゃそうさ。お前も聞いてんだろ。顔と首のやけど見たろ。新兵一人のために燃えるダークゾーンに飛び込んだ時の傷だ。厳しいとこもあるけど、注意みたくはっきり物を言える人はなかなかいないからな。まったくだ。彼のことで他には。ローについて他にないか。マットと大喧嘩した時のこととか。ああ地獄だった。分隊101オールドシティの倉庫を占領する作戦。倉庫は無人のはずだった。中に入るまでは懐中電灯をつけて見上げると天井がおかしい。ボロ切れがびっしりだ。そしたらボロ切れが飛びかかってきた。天井や壁にくっついてたボロ切れはヤバいタイプの感染者だったのさ。うん百体も。くそ、叫び声が何キロも先まで響いた。想像してみろ。司令部は制圧を命じたが従う者はいなかった。逃げたんだ。逃げ切れた者は少なかったかな。その後マットは彼らの処刑を命じた。脱走兵としてな。でもローが抗議したんだ。あの倉庫に行かせたのがそもそも間違いだったと。軍規違反でローが射殺されるかと思った。本当にな。結構ジャックマットもね、なんか独裁者っぽいとこあるんだ。で、俺は寝るよ。よし、そろそろ一眠りするよ。お前らちょっと待て。本日のご馳走だ。おお、さすが獣医。倒れた同士に乾杯。これもらおうか。いただこう。同士に。それと美女たちに。奥さんには捧げねえのかよ。みんな大丈夫か。ええ注意。もっとひどい時もあった。錆びれた港のボラタイルとか。ああ修羅場だったな。俺たちはあれを乗り切り今回も生き延びた。また一つ家族への土産話が増えたな。はい。エイデン、一つ気になることがあるんだ。何がだ。レネゲイドだよ。奴らは町のどこにでもゴキブリのようにはびこってる。だがここは町最大のアンテナ、重要拠点だ。なのに全くいない。それを考えると不自然だな。だろう。まず誰かが電力を復旧させた。理由は不明。そしてレネゲイドの幹部を尋問した時、奴らが探してる GRE の施設について何かを口走った。俺には意味が分からなかった。 X13 とかなんとか言ってたな。奴らは何を企んでんだろう。 X13、 そこ聞いたことあるぞ。本当か。何を聞いた。ワルツもそこを狙ってるらしい。場所を知ってるか。実在するなら GRE の複合施設かもしれん。最高機密だよ。だがこの仕事が片付けば俺たちが先に見つけられるかもな。しかし今はゆっくり眠れ。英気に溢れてる方が感染者に好かれるからな。さっきの曲は良かったぞ。もう少し弾いてくれ。どうだ。よく眠れたか、エイデン。ボスが到着した。始めよう。通信機は俺のポケットにある。さあ、で、ここからクエストの終盤という感じでしょうか。じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で、次回はこのクエストの続きから攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。
ではね、また次回のダイングネット2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。